それでおじい様から話を聞いて。今は花婿候補なんかより正直おじい様の方が問題。タイガさんは事実だって言うけど、とても信じられないわ。そう？ありそうな話だけど。え？あんたとおじいさんの関係はよく知らないけど、これまでの話の展開。あ、有村さん？それは一体どういう。イスルギさんがおっしゃる通りですわ。確かに分かりづらくはありましたけど、私から見れば一目瞭然でしたし。だって私、そんな風に感じたことなんて今まで一度。無理もありませんわ。なぜならそうなるよう仕向けていた人物がいるんですもの。誤解をあえて解かず、むしろ加速させていた方が。え？それ春日さんですわ。何を言ってるの？そんなわけないじゃない！だって、春日は他でもない、あのジジイからずっと私を守って一緒に戦ってくれていた人で。つまり、一番あんたをコントロールしやすい位置にいたってことでしょ？それはそうかもしれないけど、コントロールだなんて、そんなバカげ。本人には自覚ゼロか。ま、さすがってとこだね。有村さん、これはチャンスかもしれないですわね。ま、私は別にいいよ。その方が面倒も早く済みそうだし。
ひばり様、親友として正直に言わせていただきます。あなたは春日さんを信じすぎていらっしゃいます。春日さんはひばり様に対して行き過ぎた感情を持っています。その証拠に私はあなたとお友達になってすぐの頃釘を刺されました。かなり強めに。釘？まさか春日が何か？あれはひばり様と親友になった直後のことでしたわ。失礼、カノツムギ様ですね。最近、当家のお嬢様と親しくしていただいているとか。少々調べさせていただきました。東条家の後継ぎたるあの方には下心を持って近づく方が後を絶たず、私としてもあの方に何かしようものなら東条を敵に回すことになるとご理解ください。もっとも、私もそう言われてただで引き下がったりはしません。私の目的が東条家ではないこと、そしてあなたにお友達が必要である理由を論理的にお伝えして、あとは春日さんがひばり様からお友達を奪おうとしているのを暴露すると国を差し返して説得は無事成功です。まあ本当に噛みつかれなくなったのは本家にお邪魔しておじい様に気に入っていただいてからですけれど。そんな顔なさらないで。今は春日さんとの関係は良好ですのよ。私、名付けてひばり様保護同盟。私も春日さんもあなたを大切に思うところは同じですから。
私はそんな面倒くさいの無理。適当にあしらうので精一杯だった。ってことは有村さんも？まあね、東条とウィス交換してから何日かしてあの人に街で声かけられた。あのほど露骨じゃなかったけど、悪影響を与えたら消すって感じ。私の場合は角から多分来るって警告されてたからまだマシかな。どうして教えてくれなかったの？私も迷いましたけれど、あなたにとって春日さんがとても大きな存在なのは分かっていましたし。それに彼の行動は過保護とはいえ、あくまであなたのため。第三者が口を挟むのはさすがに。でも、あんたとタイガさんの話を比べた感じ、ちょっと異常だよね。過保護ってレベル超えてる。ええ、その件も含めてこれまでの彼の行動を考えると、まるで…いえ、本当の味方は自分だけという状況を作り出したかったように思いますわ。ただ問題は、そこまでのことをする理由ですが。あの執事、あんたが好きってことは？それだけはないと思うけど。私もそれはないと思いますわ。それが狙いだったのなら、とうの昔に二人は相思相愛になっているはずですもの。あっちにそういう感情はない。そうなると逆に厄介だね。一番厄介なパターンですわ。
んな顔で春日と。ひばり様、では今日は私の家へ。春日さんへの連絡はしておきますから。私もその方がいいと思う。あんたが今の状態で帰ったらすぐに感づかれるよ。そしたらやばいと思う。わかった。俺もメッセージ送っちゃおうかな。選びたくありません。はあ、では失礼します。宿題もありますので。待て、ひばり。それでは、私も失礼いたします。どうするつもりじゃ、春日。分家を抑えるためには、仮の婚約者を決めるのが一番の早道なのじゃぞ。私は、ひばり様の決断に従うまでです。何を考えておる。何をと。とぼけるな。わしの提案に従う気があるなら、あの小娘をうまく言いくるめることくらいお前ならたやすいはずじゃ。
大かぶりでございますよ、大旦那様。私はあくまで、ひばり様の専属執事であり、それ以上の何者でもございません。貴様、どの口でほざくか。これは失礼を。ですが、紛れもない本心ですよ。あの方が専属執事としての私を望む以上、このスタンスは決して変わることはありません。ひばり様がお待ちですので、失礼させていただきます。また後ほど。イスルギ様、なぜあなたがここに？少し野暮用があってな、偶然お嬢と出くわしたんだよ。そうですか。ではご一緒に戻られますか？いや、俺はいい。まだ用事も済んでねえしね。そうですか。では、ひばり様。ええ。それで、イスルギ様とは何のお話を？え？ああ、いや、その…無理に、とは言いません。話したくなった時に聞かせてください。ええ。さあ、お車へ。
問題外です。話になりません。それはどっちの話じゃ。新崎との見合いの件か、それとも花婿候補の件か。無論後者です。大旦那様の狙いはおおよそ見当がつきます。ただそれにしてもこの人選はな。そうかの。わしとしてはこの上ない相手を。そ、何をバカな。いいか春日、ひばりもいずれは婿を取り結婚する。そしてお前がどんなに大事にしてもひばりと結婚してやれるわけではない。それくらいは。言われるまでもありません。私も時期が来れば自らあの方の婿となる方を探すつもりでしたから。その上で申し上げているのです。ひばり様にはもっとふさわしい相手がいるはずだと。春日、今回のことはわしにも誤算じゃったが。いい機会。お前も知っておろう、あやつの見ておる世界は狭すぎる。今のうちにもっと視野を広げてやらねば、後で必ず困ることになるじゃろう。その点、今回選んだ候補者たちはいずれもあやつにはないものを持つ者たち。誰と一緒になったとしても決して悪い結果にはならん。言っておくが、これは決定事項じゃ。
とはいえ、見知らぬ人間を夏休みの1ヶ月間をやる。その間、先に4人と生活し、そのついでに悪の強いあやつらが共同生活できるようにしておけ。それとな、春日よ。まだ何か。さっき言ったいい機会というあれじゃが。私にも。いつまでもそんなことしとらんで、そろそろ身の振り方を考えろと言うておるんじゃ。それはひばり様から私を引き離すということですか。結果としてそうなる可能性もあるかもしれんな。それにあやつももう17。まだまだ小娘といえど、あやつ自身がお前を必要としなくなるかもしれん。どんなに手塩にかけて育ててきたつもりでも、恋を知ったあやつはお前の鳥籠から出て行ってしまうかもしれんじゃろう。そうなった時、お前はどうする、春日。わかりました。この件についてはお望み通りにいたしましょう。お帰りなさいませ、ひばり様。
春日さんはひばり様に対して行き過ぎた感情を持っています。ひばり様、何か気になることでも？ご様子がおかしいようですが。何でもないわ。やはり何かあったようですね。よろしければご相談に乗りますよ。いつも。だから本当に何でもないって。ひばりさんみっけ。こんなところでひばりさんに会えちゃうなんて、俺ってすごいラッキーですね。え、なゆたくん、どうしてこんなところに？ああ、ジョギングの途中なんです。そろそろ下校時間だなと思って寄ったら、ドンピシャでしたね。ああ、それじゃ俺、先に帰ってお出迎えの準備しときますね。大丈夫です。ひとっ走りなんで。それじゃ待ってますね。はあ、八神様と来たら本当に。はい。不安なことはたくさんおありでしょうけれど、春日さんの考えがわからない今、刺激するようなことは控えた方が得策かと。ひばり様、家はいつも通りだった？ええ、何事もなく。そう、それならよかった。どうぞ。ええ。
待ってたぜ、お嬢。一体な…イスルギ様、これは一体…デートだよ、じゃあね。タイガさん、これは一体何の真似？本家での話の続きで。ねえ、あの話の続きってどういうこと？いいからまあ入れって。中で主賓がお待ちだぜ。待っておったぞ。俺、座ったらどうじゃ。おじい様？何のつもりです？タイガから聞いた。わしの…やれやれ、他人に説教されるなど何十年かぶりの体験だったわい。変な意地張ってないで一回ちゃんと話し合え。タイガのやつにそう言われての。彼の言っていたことは本当なんですか？そうじゃ、タイガが言っていたことは全て事実じゃ。正直信じられません。今さらそんなこと言われたって。まあそうなるじゃろうな。この件に関しては関係修復を半ば諦めておったわしにも落ち度はある。すまなかったな。素直になれんたちなのは東条の血筋かのお前の父とも、わしは衝突してばかりじゃった。その結果が駆け落ちじゃ。よかれと思ったことが裏目に出る。そのせいでお前との接し方に臆病になってしまっておった。
ひばり、よいのじゃ。無理にわしを許そうとせんでもいい。行き違っておった時間の分、長い目で歩み寄っていければそれでいいと思っておるからの。それに今日お前を呼んだのはより大きな事実を伝えるためじゃ。より大きな事実。お前の両親は生きておる。え？わしの用意した縁談を嫌ったお前の父は、当時付き合っていた女性と駆け落ちした。それ以降、消息は逃亡先で細々と暮らしていたが、ある時妻と共に事故死した。その忘れがたみがお前。そのように聞かされておったじゃろう。駆け落ちし、子供が生まれ、細々と暮らしておったのは事実。じゃが、消息は分かっておった。バカ息子は母親、お前の祖母とだけは、連絡を取っておってな。イギリスに移り住み、子が生まれたことも報告しておったらしい。まったく嘆かわしい話じゃ。わしは初孫の誕生も、二人目の孫の誕生も祝ってやれんかった。さよう、わしの孫は二人おる。一人はお前じゃ、ひばり。そしてもう一人の名はツバメ。お前の兄にあたる。兄？私に。そうじゃ。お前は記憶をなくしておったから、兄のことも覚えておらんじゃろう。わしが聞く限り、それはそれは仲睦まじい兄弟じゃったらしい。行き過ぎるほどにな。
かわいい。僕の妹は世界で一番かわいい。この子のお世話は僕がする。だってこの子も僕がいいって言って、父さんも母さんも邪魔しないで。僕がこの子に全部教えてあげるんだから。ねえひばり、ひばりも僕がいいよね。父さんも母さんも親ならもっとこの子にふさわしい環境を整えてよ。この子は世界一可愛いんだよ。それにふさわしい待遇を用意して。僕からこの子を取り上げようなんて絶対に許さない。この子を守るのは僕だ。この子を誰よりうまく導けるのは僕だけなんだ。どうしてお父様とお母様は事故死したことになっているんですか？理由はいくつかある。一つは、まあわかるじゃろう、相続絡みの問題を避けるためじゃ。もう一つは、引き取られたお前が記憶をなくしていたため。まさかとは思いますけど、両親が死んだとでも言えば
おとなしく言うことを聞くようになると。言っとくがの、それはお前の父親の入れ知恵じゃ。死んだことにしとけばいいよとな。お父様の？我が息子とはいえ変人なのじゃ。深くは追求するな。お前が後悔する。じゃあそのお兄様は今もお父様やお母様とイギリスに？そうなっておればここまでことはねじれずに済んだのかもしれんの。さあ、これで文句はないよね。僕は十分に力をつけた。あの子を守れるだけの力を。僕は日本に行く。あの子が待ってるから。止めても無駄だよ。僕の存在が危険？だったら、あの子を孤立させたまま放置しているあなたは何なんですか？ひばりは可愛いでしょ？僕にはわかりますよ、おじい様。あの子のためなら何でもしてあげたくなる。直系長男の僕がいても、あの子に東条を継がせたいんでしょ？いいですよ。僕も大賛成です。ねえ、おじい様。今の僕の夢は、あの子を東条の女帝に育てることです。それは、おじい様の望みでもある。そのためになら僕は自分の名も捨てる。後継者問題は厄介ですからね。東条つばめの存在は消すべきです。ひばりには僕が必要です。僕ならひばりを笑顔にすることなどたやすい。あの子のためを思うなら僕にあの子の世話をさせてください。僕の望みはそれだけです。ちょっと待ってください。なんじゃ、まだ話は終わっとらんぞ。だって話の流れがおかしい。私の世話をしたいなら今私のそばにはお兄様がいるはずなのに。言ったじゃろう。あやつは素性を隠しておる。お前に
東条を継がせるためにな。それにおるではないか。必要以上にお前の世話を焼いておる人間が。あやつは自ら提案してきよったのじゃ。跡継ぎ問題を起こさず、その上で自分の望みを叶えるため。専属執事の春日になると。執事になりきって妹の世話をするなど、そんな馬鹿げた計画、わしも最初は却下した。だが、お前に懐かれていないことを指摘され、わしも後に引けなくなった。あやつにチャンスを与えてしまった。一ヶ月のうちにお前を懐かせることができれば東条に置いてやるとな。当時のお前はどんな相手を世話役につけても懐かず、完全に孤立しておったからの。いかに兄といえどもそう簡単にはと思っておったら、あっさり懐いた。あれ、わかりますか？執事というのはいわば唯一無二の絶対的な味方なのです。なので私にはあなたに媚びている暇などないんですよ。あなたのお役に立たなければいけないので。あとは知っての通り。お前を手塩にかけて育てた春日は、同時に自分に依存するよう仕向けた。わしとお前が敵対すれば、より自分を頼りにするだろうと、そう考えたのじゃろうな。その結果が、今のこの関係じゃ。大丈夫か？どうして今さらこんな話を？話した通り、お前同様、あやつもまた、わしの孫じゃ。ゆえに、わしはあやつにも、自分の本当の立場を取り戻し、生きてほしいと思っておった。ひばり、お前はこれまで、春日の守る小さな鳥かごの中で生きておった。中等部になって、つむぎさんという友ができたとき、わしは心底ほっとした。これで少しはお前の世界が広がると。そして今、花婿候補たちと共に暮らす中、お前の世界はまた広がったはずじゃ。
取り囲む今しかないのじゃ。お前が春日以外のものを受け入れつつある今この時しか。春日はツバメに戻ることはできん。もうやめて！これ以上混乱させないで！ひばり！お、なんだお嬢、もう話は終わって。帰る、今すぐに。あ？いや、お嬢。